142.96、 今シーズンのもちろんベストでこの時点でトップ、太田雪菜です。かつての男子シングルチャンピオン、田村大和が澤田亜希を送り出しました。去年6位フィニッシュの全日本、叶わなかった最終グループでの滑走も持ち前の元気と明るさで逆転の上位進出を狙います。ショートプログラム11位から、アー無常でミゼラブル。颯爽と入っていきます。トリプルトーループ、ダブルトーループ、ダブル3連続、安定して決めました。ジャンプ高かったですね。ダブルアクセル、ダブルトーループ、ダブルアクセルの高さがあります。これもジャンプの質の方でプラスがつくと思いますね。コンビネーションを連続で決めて乗ってきました。澤田サルコ、ダブルトーループ。まだ単独のジャンプはありません。すべてコンビネーション、しかも成功してきている。トリプルトーループ、ちょっと斜めになってしまいましたね。なんとかしかしこらえました。ダブルアクセル、後半に来ても疲れを見せませんね。非常にスピードがあります。表情が生き生きしています。ラインの先には自由が見えている。澤田選手に合ったメリハリのあるステップ構成になってますね。ダブルアクセル、高いです。海外シニアデビュー2シーズン目の今年、このまま終わるわけにはいかなかった。澤田亜希の意地が炸裂した、そんなフリーの演技でした。
いやー素晴らしかったですね、最初はなんか緊張してるのかなと思ったんですけど、はい、ジャンプが決まっていくうちにこのフリーを楽しんでるように見えましたね。あ、来年のその全日本フィギュアでは、はい、最終グループで見たい選手ですね、まあそうですよね。さあそして荒川さん、はい、グランプリシリーズでは、まあ、フランス大会で11位、振るわないまま迎えたんですよね今回ね。そうですね、やはり今年を締めくくる大会としてはこの試合、はい、どうしてもうまくいくきっかけが欲しかった大会ですね。そして難易度の高いトリプルジャンプ入っていないんですけれども、はい、それでもミスをしないということがフリープログラムには求められてきますので、うん、やはり難しいことをやって小さなミスっていうものが出てしまうと、それの積み重ねでどんどん点数が低くなっていってしまいますので、こういったミスをしないプログラムに構成を変えてきたのは非常に判断は良かったと思います。それから演技中八木沼さんからもありましたけれども、終盤になってもその勢い止まることはありませんでした。そうですね、まあ、そのやはり澤田選手の魅力の一つとしてスタミナ面、本当に最後の最後に来てもジャンプの高さが変わらない、これは本当に素晴らしいことですね。こうなってくるとやはり他の、トリプルジャンプの種類も見たいなというところになってくるんですけれども、そうすると世界でもねどんどんランキングを上げていくことができると思うので、来シーズンはそこをもうちょっとまた新しいトリプルジャンププログラムに入れているところを見てみたいなと思います。澤田さんの得点、澤田亜希の得点が出ました。テクニカルエレメンツ 47.01、 プログラムコンポーネンツ 43.20、 フリー 90.21、 トータル 138.91 はもちろん今シーズンベストの演技。そして順位は現時点で3位です。